三鷹市。三鷹市は、東京都の多摩地域東部にある人口約19万人の、市、武者の工事さねやつ、三木露風、山本雄三、太宰治など多くの作家たちが住んだ町として知られる。他、全国初の0歳児保育施設の開所、1956年、全国初の公共下水道100%整備、1973年、を実施した都市である。 三鷹市民プラン21会議、官民共同プロジェクト、明日の町、三鷹、三鷹ネットワーク大学での市民、大学、研究機関、企業との共同などが成果を上げ、2005年度のインテリジェントコミュニティオブザイヤー世界一位に選出された。また、都市の便利さと緑豊かな自然とが調和する公園都市でもある。地域には豊かな自然が存在し、市内に 国立天文台三鷹キャンパス、武蔵野市にまたがる場所に桜で知られる、井の頭恩賜公園、小金井市や調布市とまたがる地域に野川公園がある。桜の植樹が盛んで、三鷹通り、国立天文台三鷹キャンパス、調布飛行場、武蔵野の森公園、国際キリスト教大学などの周辺に多くの桜の木が作られている。観光名所としては、 2001年に開館した三鷹の森ジブリ美術館を筆頭に三鷹市山本雄造記念館、太宰治文学サロンなどの様々な文化施設が存在する。加えて三鷹駅南に位置する善林寺には太宰治及び森尾外の市内南西端に位置する流言寺には近藤勇の墓が存在する。地域境界線は入り組んでおり、 5つの自治体と隣接する。市役所の一部は、調布市域にかかっている。東京都の多摩地域の東端に位置しており、東京23区と多摩地域の境界を接している、隣接後市のうちの一つである。統計139度31から35分、北緯35度39から42分の位置にあり、東西 6.24km、南北 5.2km、市域は、 高が大きく羽を広げたような形をしている。北東に位置する井の頭地区には、井の頭恩賜公園及び井の頭池があり、東南方向に流れる神田川は、井の頭池を源流とする。また、武蔵野市との境界を東南方向に流れる玉川上水は、三鷹駅の真下を通り、万助橋から井の頭公園を横切り、群れ地区を流れる。 大沢地区の南側には野川が流れ、流れの北側に国分寺が気仙という貸し段級が存在する。また、上連弱地区、下連弱地区から新川地区を横断する線側がある。四北端に JR 中央線、快速、各駅停車、総武線、東西線、東洋高速線直通が走り、三鷹駅を中心に市街地を形成し、南側は、 市で一番大きな商業地区となる。神田川沿いに走る京王井の頭線の井の頭、公園駅、三鷹台駅は、それぞれ北側を武蔵野市、杉並区と接する。また、市東部の下連塾一丁目は、吉祥寺駅、北西部の井口地区は、武蔵坂駅、南西部の大沢地区は、西部玉川線玉駅、南東部の新川、中原地区は、京王線仙川駅が、 最寄り駅である。タクシーの営業区域が東京23区、武蔵野市、三鷹市で一つの区域として構成されている。現在の三鷹市にあたる区域は武蔵区に多摩郡内の一部として属した。2005年に夜間人口、居住者は16万6767人であるが市外からの通勤者と通学生及び居住者のうちの 市内に昼間残留する人口の合計である昼間、人口は148,458人で昼は、夜の0.89、0倍の人口になる。通勤者、通学者で見ると市内から市外へ出る通勤者49,199人、市外から市内へ入る通勤者は35,145人と、通勤者では朝に、市外へ通勤する通勤者が多く、学生では、 市外から市内へ入る。通学生は5209人で市内から市外に出る。通学生9464人と学生では市内へ流入がかっている。東京都編集東京都の昼間人口2005平成20年発行146147ページ国勢調査では年齢不詳の者が東京都だけで16万人いる。上のグラフには年齢不詳の者を含め 中夜間人口に関しては、年齢不詳の人物は数字に入っていないので数字の間に誤差は自由隣接している。武蔵野市と三鷹市は、規模としてはほぼ同規模の自治体であるが、夜間人口、居住者は、三鷹市が約3万人弱多いのに比べ、昼の人口は武蔵野市の方が6000人上回る。三鷹市は、住宅街の街の傾向が読み取れる。三鷹市では、 全域で住居表示に関する法律に基づく住居表示が実施されている。住居表示実施前の町名討論で下線がある。町名は、その全部、それ以外は、その一部である。三鷹の名は、かつて、徳川将軍家及び、古三屋が高狩りを行った高場の村々が集まっていたことと、世田谷寮、府中寮、野方寮にまたがっていたことに由来する。 産業の高場と言われている。旧三鷹村役場火災による資料消失のため詳細は定かではない。姉妹都市有効市町村旧ホークスサミット衆議院小選挙区選挙では東京都第22選挙区、三鷹市、調布市、狛江市、稲城市に属する。小選挙区制導入当初は武蔵野市、小金井市と共に東京都第18選挙区を構成したが、 一票の格差是正のため、2002年に府中市との入れ替えで東京都第22選挙区に変更された。近年選出の議員は以下の通り。三鷹市で東京都議会の一つの選挙区をなす。定数は二人。近年選出の議員は以下の通り。三鷹市はベッドタウンとしてマンション。 アパートが多く建っているが、三鷹駅南口地区を中心に小規模な商店も多く存在している。商業集積は JR 中央線、三鷹駅南口地区、下連雀3丁目、下連雀4丁目と、東八道路沿道であり、比較的大規模な商業施設もこの地区に固まっている。太平洋戦争前の1933年に、翔田飛行機と三鷹航空、 1937年に日本無線電信電は1941年に中島飛行機三鷹研究所といった軍需作業関連の工場が多く開設された。また1939年には調布飛行場の開設とともに国立中央航空研究所が設置された。下請けの工場も多くあり、海戦により軍需産業は潤い工場従事者の増加によりこの時期に 人口も大きく増加する。戦後は通信や自動車関連に転換して創業した工場が多いが、より郊外に移転する工場が多く出て宅地化が進んだ。また、バブル期の土地売却による移転やバブル崩壊後の不景気、国内需要の頭打ちによる閉鎖などにより、市内の大規模工場はほとんど姿を消した。現在は日本無線や三鷹光比など、 先端技術系の工場が一部存在している。3円あった私立幼稚園が私立幼稚園の経営圧迫を主な理由に多くの市民の反対を押し切って2006年度末に全て廃止された。跡地は公設民営の保育園や養保一元化施設となっている。私立幼稚園は市内に16円あり、それぞれが独自の方針と内容で、 幼児教育に当たっている。東京都知事の認可を受けた幼稚園類似施設として、国際キリスト教大学教会幼稚園がある。2009年9月、市内のすべての公立小中学校が中学校区を単位として、小中一貫校へと移行。これにより、2006年4月に開園した西三鷹学園をはじめとする7つの学園が生まれることとなった。 既存の施設や6.3制区分はそのままとし、9年間の一環したカリキュラムの実践によって、小中学校間の連携を図るというのが主な特色となっている。また、保護者や地域住民が学校運営を支えるとともに、学校を地域コミュニティの場とするコミュニティスクール制度を導入している。学園に属する各学校名は、例として西三鷹。 学園三鷹市立井の口小学校のように、従来の名称の頭に学園名を付けた形となる。2006年4月開園、2008年4月開園、2009年4月開園、2009年9月開園。市立小学校は、小中一貫校に移行。小中一貫校の校を参照。市立中学校は、小中一貫校に移行。小中一貫校の校を参照。 大沢には、キリスト教系の大学が多く所在する。神武鉄道、現、JR 中央本線新宿駅八王子駅間が1889年に開通し、同年武蔵境駅が開業、1899年に吉祥寺駅が開業した。鉄道国有法により、神武鉄道が1906年に国有化された後の1930年に、 国鉄大本線三鷹駅、1933年には、帝都電鉄、現、京王井の頭線の井の頭公園駅と、三鷹台駅が開業した。JR 中央本線と、京王井の頭線の利用者が多いが、他に、京王線、西部玉川線によって地域が囲まれている。地域内の駅を結ぶ路線は少ないが、中央線、 井の頭線以外でも十分利用可能な駅は、西調布、調布駅、筒子が丘駅、千川駅などいくつかある。地理的には、多宿との境界付近に位置している駅が多い。また、京葉線が地下路線で三鷹まで延伸される。計画、運輸政策審議会答申第18号ある。なお、中央本線三鷹駅西側には、三鷹車両センターの車庫がある。 鉄道路線や三鷹市内の駅が、市周縁軍に位置するため、市域内の交通機関として、バスが重要な役割を果たしている。小田急バス、京王電鉄バスグループ、関東バスが乗り入れているほか、コミュニティバスでは、武蔵野市が運営する、ムーバス、市の一部分を走行。境、三鷹循環の七号路線は、三鷹市も運営に関与。三鷹市と小田急バスの共同事業である、三鷹、 シティバスが運行ている。小田急電鉄の沿線ではないが、歴史的な経緯から市内のバス路線のほとんどは、小田急バスのものである。市内に営業所を持つ事業者はないが、下記の営業所が市内に路線網を持っている。2005年6月14日、世界の116団体からなる、非政府系の国際組織、世界テレポート連合、WTA の内部組織、 インテリジェントコミュニティフォーラムは2005年インテリジェントコミュニティオブザイヤーに三鷹市を選出した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。